こんにちはフィフィです。え韓国による竹島不法占領を日本政府は許してはいけません。えまず日本の領土を侵略している国をえ日本政府が経済支援するのがおかしいです。え日本のマスコミも。 韓国のエンタメをごり押ししていますが、おかしすぎます。もう自分たちの国の領土、を侵略している国を持ち上げるなんて、そんな国他にありません。もうそれは韓国に舐められますよ。もう日本は平和ボケしすぎです。日本は積極的に韓国の言動に対して、けん制していく必要があります。え、二月二十二日は竹島の日です。 この日、島根県では記念式典が開かれました。コロナがあったので、この式典は今回、4年ぶりに行われました。日本政府は式典に政務官を派遣しています。日本政府は2013年から毎年、式典に政務官を派遣していますで。今回行われた竹島の日の式典について、韓国の外交部が抗議しました。 しかも韓国にある日本大使館の講師を呼び出してまで抗議していました。で、韓国は大使を呼び出して日本側に抗議しただけではありません。韓国の外務省の報道官が声明で竹島について歴史的、地理的、国際法的に竹島は韓国固有の領土だと改めて主張しました。 また日本政府に対しては不当な主張を直ちにやめて謙虚な姿勢で歴史を直視しなければいけないなんてことを言っていました。もうこれ何を言っているのでしょうかもう韓国の言う歴史はデタラメです。はっきり言います。竹島は歴史上もそして国際法上も一度たりとも韓国の領土になったことはありません。ただ韓国が不法に占拠しているだけです。 韓国は経済支援欲しさに、もう断るごとに、日本との関係改善なんてことを言って、日本にすり寄ってきますが、こうした時に本性が現れます。北朝鮮や中国は日本の敵国だとわかりやすいんですが、韓国の日頃のこうした言動から見て、韓国は日本にとって仮想敵国です。まあ、そう言い切っても過言ではありません。もう仮想敵国の方がわかりにくいから、 付き合いにはより慎重にならなければいけません。まず韓国国民の7割近くが反日ですからね。そういった世論調査の結果も出ています。え韓国はアメリカの同盟国であって、 また地政学的に安全保障上重要なところにあるから、まあ、その意味で韓国が重要視されているだけで正直韓国が日本にとって友好国であるなんて多くの人が思ってはいないでしょう島根県の丸山知事は式典での挨拶で韓国が沿岸警備隊を駐留させて竹島を 不法選挙して今年年で70年になると指摘しましたでその上で韓国の国会議員による上陸や竹島周辺での韓国軍の軍事訓練など韓国側の動きに触れて韓国は不法占拠を既成事実化しようとする動きが続いており極めて遺憾だと批判しました。 これ中国の尖閣諸島への動きと同じで韓国も自分たちが島に上陸したり軍事訓練をしたりと、まあ、アクションを起こして竹島を韓国の領土だと既成事実化させようとしています世界に竹島は韓国の領土なんだよとこうしてアピールしようとしているんですね日本政府はこうした韓国のやり方を許してはいけません、まあ、でも実際には 日本は竹島に何かを設置しているわけでもなく事実上現時点で韓国による不法選挙を許している形になっています島根県には竹島資料室というものがあります竹島が歴史的に日本の領土であることを示した古い地図もそこに展示されていますでも竹島が韓国の領土であると示す地図はどこにも存在しません 韓国のメディアも日本が竹島を自分たちの領土だと強引に主張しているなんて報じていますが竹島がかつて一度たりとも韓国の領土だった証拠がないことぐらい韓国メディアも分かっているはずですそれを証明する資料がないからです数年前ムン・ジェイン前大統領がスペイン外交で大恥をかいたことがありました スペインの図書館を訪れたムン・ジェイン前大統領は1枚の古い地図を見せられますそれは朝鮮半島の古い地図でしたこの時ムン・ジェイン前大統領は地図を見るなりそれを指さして「ほらここにドクトがあるドクトが朝鮮のものだという証明だ!」と大喜びしていました「ドクト」とは竹島の韓国での呼び方です これに韓国メディアもすぐさま乗っかって速報で記事にしていました。スペインでドクトが紛れもなく韓国の領土だと証明する地図が発見されたとも意気揚々と記事を出していたんです。しかしそんなぬか喜びもつかの間その島がドクトではないとすぐ分かったんです。 竹島ではなくてもともと韓国の島を勘違いしてムンジェインさんが指さして喜んでいただけなんですね。まあ韓国メディアもムンジェインさんがそうした勘違い、間違いをしたことにすぐ気づいて速報を取り下げていました。竹島は韓国の領土と主張するつもりがムンジェインさん自身が 竹島は日本領であると証明してしまうという哀れな結果になってしまったというわけです。完全に赤っ端ですよね。韓国メディアもその時間違いに気づいたわけですから竹島が韓国の領土だと証明する資料が存在しないことぐらい知っているはずです。 でも今も竹島のことになると韓国の領土だ日本は歴史を直視しろなんておかしな主張をしていますもう本当に呆れます。昨年の12月1日公益財団法人日本国際問題研究所は明治38年4月に発行された地図に竹島が日本の領土であると示す証拠があると発表しました。 竹島が島根県に編入された後、竹島と初めて表記された地図でこれは公式な資料だと確認されています日本は明治38年1月に竹島の島根県編入を閣議決定しましたまたその後すぐに島根県が竹島に編入されたことを発表していますこのの地図は今の竹島を、 竹島と表記した公式の地図として最も古いものになりますこの地図の複製版は島根県の竹島資料室などに展示されていますので誰でも見ることができますただやはり日本政府の竹島についての主張は弱いです韓国のやりたい放題を許してしまっています韓国は竹島で軍事訓練までやっています 2月の22日の竹島の日にしてもこの竹島の日制定をめぐっては何度も島根県が国に対して要請して2005年竹島が島根県に編入して100周年ということで県が独自で条例を制定しただけです国が決めた日ではありませんそして今も竹島の日は国の記念日にはなっていません 同じく領土問題を抱える北方領土については1981年に政府によって北方領土の日と定められました竹島に対して日本政府は無関心というか消極的です学習指導要項の見直しで竹島を我が国固有の領土と明記するようになったのも割と最近です小中高での 領土教育は令和に入ってから始まりました。一方で韓国では長年にわたって竹島教育に力を入れています。まあ日本の人たちがほとんど竹島のことを知らないところに韓国側の言い分が入ってきたらそれに流されてしまう人もいるから危険です。実際に日本に来て 活動する韓国の K-POP グループが韓国に戻ると、ドクトは韓国の領土なんて歌ったりしていますね。そうした動画が SNS 上に上がっていました。彼らのパフォーマンスに熱狂して応援している日本の人たちが、それを見たら、竹島は韓国のものなんだと思い込んでしまいます。まあこうした プロパガンダもあるので日本のメディアはもうむやみやたらと K-POP を日本でご利用しするのは良くないと日頃からこのチャンネルで忠告しているわけですもうこれも日本がこの時代の歴史教育に力を入れてこなかったことが原因でもありますあと竹島の日を制定した時政権与党の自民党と外務省は日韓関係に支障を来すとの理由で 島根県の動きに反対する姿勢を示していたそうです2005年は日韓国交正常化から40周年の節目だったため国としては一地方自治体に日韓関係に水をを差すすよよううななことしして欲しくなかったようです、まあ、そもそも島根県ではなくて日本政府が竹島の日を制定するべきなのに動かないから島根県が動いたんです。 もう日本政府が頼りないからですね。実際竹島の日が制定されると韓国国内では韓国の創価学会が10万人規模の反日大会を開催したり統一教会も日本人信者に公衆の面前で謝罪するようなパフォーマンスをさせるなどもう積極的な反日キャンペーンが行われました。まあ、こののどちらの団体も、 自民党とつながっていたわけですから日本政府がなぜ竹島の日の制定に消極的だったのかがわかりますよねで2005年島根県は政府の反対を押し切る形で竹島の日を制定しました領土問題に限らず本気でこの国の国益のために動こうというもうそう思っている国会議員が日本にどれだけいるでしょうか島根県は 竹島の日の式典の度に国に対して閣僚の出席を求めています。本気で日本の国益を考えているというのなら、竹島問題について日本政府こそが積極的に動いてほしいと思います。また韓国はいつも日本に対して経済支援をしてくれとすり寄ってきますが、韓国が日頃の日本に対する姿勢を改めない限り、日本政府は 経済支援をするべきではありません。さてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィフィチャンネルの登録もお願いします